かずいぶん怪しいな、おい。うん、どうしたの。止まると爆発でもするのか、もしかして。おいおいおい後ろいないからいいけどさ、結局止まってんじゃん。おい、昔ならね、クラクション案件だけどね、今のご時世ね、すぐ逆にして会社にクレームとか入れるバカいるからね。おい、ずいぶんふらついてるぞ。スマホか、酔っ払いか、釣りか。さっきパトカーいたんだけどな、こういう時に限ってニヤミスでいなくなっちゃうんだよね。こっち行くんだよ。まったくわけのわかんねえなおい。